これ一回リタイでしょ。これ危ない。怖いな。どうもガードマンです。本日はね、事故物件ということで、僕一人じゃね、さすがに無理だということで、いつもね、僕の相方呼んでます。ゴキブリです。飛びました。怖いと言って飛びました。ついに。はい。なんでね、さすがにやばいと思って、僕も、呼びました。運命の人。ねんなちゃんは、車でリタイアしてますもう誰もいません一番ビビるの僕が来てるんで、さすがにいつもねキャンセルしてる人呼んでるんで、こちらの方です、どうぞ。クリリンのことか。添えました、頭金髪にえ、これほんまに人間今回はね、さらに、ゲストを呼んでます、こちらの方です、どうぞ。一度も呪われたことがありません、ブッダです。今日はよろしくお願いします。はい、メンバーが弱すぎます弱すぎる俺が連れてるメンバー過去一弱いよ合わせてきたから同じ T シャツ色で、そうっす、会場なんなんこれ、ほんまもうちょっと待って、ほんまちょっとガチでひどいよこれ絵面えぐい、ほんまに素人 YouTuber2 人おるからさちょっと一瞬はけてもらっていい、はい本日はね、最弱のメンバーで最強の事故物件にこうチャレンジということで、はい、一家心中があった物件で、はい、おい、コンってなんだよ、誰も動いてなくて、動いてないです、いや、お前のプロテインやんお前、ほんまに、お前なんでプロテインなんだよ、もう動画撮り、こいつこんなこつまめちゃくちゃはい、まあそこで一家心中があってたんですけど、はい、まあ、お父さんお母さんで、そのごめんなさい、一瞬目の前に手2つ見えたんでびっくりしましたそのお母さんとお父さんが、お母さんとお父さんと小さい子供がおったんですけど、その家族内の事情でそのまあ一家心中したっていうことなんですけど、その一家心中する時にお母さんだけが生き残っちゃって、でまあその後一人で追い自殺というか、はい、そういう事件があって、ほんま結構ほんまにまあ、いつも の紹介してくれた宮本さんなんですけど、はい、ほんまにここはちょっと危ないからっていう風なことを言ってもらってて、はい、ちょっとレベルが違うっていうのを、はい、そのレナちゃんとエマイ君に説明したら来ませんでしたねまあ正直、まあ、これあんま言いたくないんですけど、人生で一回もビビったことがないんですよね僕、はい、なんで今回のね事故物件でまあびっくりもういいよはいここじゃない、いや、もう一個、そうか、うわ、おちょ、もうお前なんなんお前マジで、すみません、飲みすぎてプロテインガチでええわ、到着しました、こちらですね、まあ、背景撮ってもらったらもうレベル違うんです、すごいです、鼻がツーンしても喉が痛くなるような匂い、炭治郎か鬼いますえ、そんなん嘘そんなん嘘です、やめとけよ、俺言ったで、取ります、俺やめとけって言ったで、髪がついた、何それちょお前なんだってお前それお前冒涜の冒涜やでな、非自動的自分の鬼もヘドクショや、車どこえ、こ待て、こ見て、え、青い花ない、探してるやん、青い彼岸花、青い彼岸花ない、行きますか、レベルちゃんってもうこれ心中とか一番良くないことしないもん、神への冒涜やで、こっちが俺送りに来たもん、今日説教しに来ました、確かに、はいどうも、はい
金返せっつってあそれはあかんわそれで死んだかもしなそれであかんわうんまあ人死ぬってことは金絡みですよねなんなんやそれカイジかお前さっき一歩だけ入ってくれへんさっき一歩、うん、足だけ踏み入れて話しますまず違う見寄った方がいいああ違う俺が入るシーンとるわお邪魔しますかちゃんなうん空手聖剣それはやばいあこれやばいかあちょっと写し見ていいですかこれ待ってやめてえぐいのあるもんいや上がもうこうえぐいなこれ正面えぐいで俺これ過去一やわ確かにここでちょうど首あこれえぐい涼しいまであるぞ逆にあエマイ君さっき来てますねうわさあってくれるレビューフォーチュオーカルマシどうもエマイですしかも見てサンダル足小さすぎんあ子供のサンダルかかわいいのサンダルよねはいまあとりあえずあライトかぶっちゃうとりあえずあなんか腹減ってんのかすいませんまあ、とりあえず全員で一斉のお邪魔しますだけ言っといた方がいいな、はい、せーのお邪魔しまーすうんやったらあかんことレベル1 絶対にやったらあかんことしてる今もうレベル100やのに1って言ってもうてるからね俺、うん、よしとりあえず行こうはい何って出して山ちゃんじゃあこっちじゃあ俺ゴープロもらっていい俺先陣切りますようわこれえぐいね生活感えぐいえぐいえぐいちょっもうええってもうええってお前もうええってえ絶対そうえこの雲ちょもうええってお前なんか浮いてるからちょもうええってうん下ほんまにええってマジでもう幽霊はいけるけどあんま虫嫌やからちょほんまにもうええもういやロックのライブくらい飛び込んだけどいやロックのライブくらい飛び込んだけど大好きですちょっとデベッチやなとりあえず家がエグいっすねもうほんま生活感がいかついですね。そうですね。はい。昔の家はすごい。えぐいっすよ。掃除機とか。そう掃除。やばい。ミヤン掃除機っすね。掃除機だいぶ古いっすね。めっちゃ小さい。レイジマンション。地図がえぐいっすね。新世界。しかもこっちには日本。すごいっすね。なんでなんですか。で、新聞とかがめちゃくちゃ古いっすよ、これもうちょっと靴紐ほどけた、これ良くないよちょっと帽子ちょっと頭がかぶっててくれちょっと抜き出すな見て柴田り懐かしいこの人生きてるやろそれやばいやろ、お前質問やばすぎ手術もエグいってこれ何これすごいよこれすごいねおかめなと思うんですまあまあまあこっち行きますかまあ先行ってや持って行った方がいいよ行っとけってうわどうした畳部屋っすもうええっていやズーン沈んだっす今ここ歩いた瞬間にもうええっていや、ここ空いてて山ちゃんの手、パーって出てきてもう静かにね、お前らなんでお前、ここから手出したの教えろなんでここから手出したの普通にこれ扉開くんかなと思って人々はこれは我が物であるこれ呼んで大丈夫なやつ執着したもののために憂い争い苦しみ悲しみこれはやばないよこれはやばないなんかに人の本質を書いたみたいなこれネガティブ
ちょんまいもこれだから本当に手出る一回やめましょう。お前なんで手出したん。あ、これ扉開くんかなと思って普通にこう触ろうってしてたら手出てもうてちょお前バーンやんなお前マジでよめすめすちょ静かにせよお前空気感がやろってガチで水の音してもなんか狭い。いいですね。これ視力検査あるんですよ。で、これ後ろこっち何？はぶつます。何なんぶつまって。ぶつ。やめろ。なんだ。ぶつなんです。え、これはやばいね。しかもこれ怖いんが。半分待てて待ちこれ怖いんか、うん、半分だけ空いてるっす。どういうこと。え、しかも半開きやし、でも左壁に写真 3,4 枚立てかけてるんですよ、うん、ワンチャンここで亡くなった人の写真じゃないですか。それは良くなくない。それ良くないっす。帰りますか。うん、え、多分そうですね。だってあの横にある。あ、ほんまっす。こっちから顔見たん。いや、あの横になってて、うん、顔は見えないんですけど写真立てかけるやつのは間違いないですね、うん、で、風呂敷で多分隠してくるまれてるっすね。とりあえず行けよ。お前ビビんなよ。普通のとかは何もないんですか。え、まあ、どういうことこれ。ここ、え、このほら、この左どこすちょ、もうええでお前マジでいや、全然見えなかった強くないってお前らもううまい。ちょ、開けてよ。お願いします。まあ、ちょ、行こう。いいですか。うん、ガッ、ガッて開けて、ガッて開けて。古すぎる、古すぎるものが。え、これって昔のトースターじゃないですか。チリンって出る。すごい。しかも下も。あ、タイム。遺骨発見した。あ、やばい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 。あかん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 。マジで。ガチガチガチ。よくないよ、もうこれやめよ。遺骨とかよくなくない。遺骨が。いいやで。遺骨ってそもそも持つもんなんすか。だからもう侵入したんじゃないの。うん、一回そっち見よう。もう一回ここちょっとフィナーレで。うわぁ、えぐい。ぶった。うわ、ここやばいっすね。うん、ぶった。大丈夫。うおぉ。なんだよ。あー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 。待ってください。チリじゃね。え、え、ガチやん。いや、今のマジで。お前もう静かにせえよ。え、これカバンが落ちてきたん。なんで、なんで見せて。え、多分、うん、そんなどしどし行くなよ。これが落ちてきた。これ落ちた。いや、落ちてきた。マジで余裕が。いや、絶対落ちる場所がない。しかも、え、どうやって落ちたん。どこで落ちたんだ。え、なんか俺が一瞬落ちた時は、うん、なんかこの辺からピラーって落ちて。なんでここにあったん。え、急に視界に入ってきたっす。でもここにあったん。え、え、だから、ほんまにこの辺、なんもなくて。強すぎる。
え、揺らしてる誰か。いや、揺らしてないです。え、揺らしてないよ、誰も。うん、普通に立ってて。え、見て、今のやんで。もう、ドン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 は絶対なれへん。これ、ちょっと出よ。これ、リタイアや。今日は。ちょっともうええって、お前。なんでそんなことするの？消火器？小さすぎる。何も消されへん。じゃ一回だけ探索しよう。もう一回ちょっと奥映してみていいですか、こっち。うん、けど、そのまんま。あれ映ってた。これ冷蔵、一回だけ見ていいですか。ちょっと、ずっとやれよ、お前一人で。もう、クマの彫り。給食みたい。うぼうぼえねん。ごめんなさい。どこ行くどこ行くどこ行く。やば、逃げた。お前行って。何してん何してん。どこ行くん。行った。ごめん、無理や。これ一回リタイしよう。これ危ない。これ総戦力でいかなあかんやつや。もう分かった。もうレベル違う。え、正味レベルちゃうくない。いや、ちょっともう。ちょ、100人で行こうや。ガチで。あの、いやいや。あとこれ P 入るけど。何がしてるお前。なんか歴史でちょっと若干なかったっすね。え、普通にあれで。これ、ほんま一歩とか普通に殺してくわんで。海外の大統領とか、拉致したりしてね。え、だマジヤバい集団ですよ。もうレベルちゃうね。のあれがあったって、うん、いやそのメンバーってことそうやで、ね、だから死んだよ。で僕その鏡でめっちゃ一人閉じ込められた時、うん、バーびっくりして、うん、開けてくれたタイミングでカゴ落ちてきたんですよ。そんなどっから落ちたん。いやマジでわかんないっす。でも棚のとこお前何がおもろい。いやマジ教えてくれよ。いやカゴはエグいなと思って普通に。何がおもろいんだよ。お前何がおもろいんだよ。教えて。何がおもろいか教えてくれ。マジで。あそこの家の構図おかしくなかった。なんかあの、うん、階段ってあん、うん、玄関入ってる。してるよ。扉あったよ。扉ある、うん、あれ閉じ込めるためやろ。鍵やったもんな。え、それで上に閉じ込めるためやろ。驚き方。驚き方10人ちゃうんだよ。だって全部。え、どうしたの。歩いてるとしたよね。なあ、絶対したっすよ。え、足音したよな。え、そっちの方から絶対したっす。え、聞こえたっすね、後ろから。え、こ、え、いや、今だろ。これど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 れ、なんな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 。じゃあ、扉開けてるからっす。あ、あ、そういうこと。あ、出てきた。出てきてるんや。扉開けてる。じゃあ、もう空手政権三枚割り。いやー、近所迷惑男です。じゃーん。